中年オタッキーです。今日はね、自宅からお届けしております。ツイッターではね、つぶやかしてもらったんですけど、かなりたくさんのカメラを購入してきました。久しぶりですね、こういうのね。というわけでね、今日は紹介動画、購入してきたカメラの紹介動画になってまいります。お湯が沸く音がしておりますが、その話はまた後ほど。それでは動画スタート。はい、早速紹介していきましょうか。結構たくさんいろいろ買ってきたんですね。まずはこいつからいこうかな。ペンタックスファンの人だったらもうこのね、ケース見ただけでわかるでしょうけども、はい、アサヒペンタックス、じゃじゃーん、 M42 マウントのスーパータクマの28mmF3.5 ですね。これちょっとね、表玉にちょっとダメージがありますが、吹き傷がありますね。まあまあ使えるんじゃないかなっていうレンズですね。まあ、ちょっとね、クリーニングが必要になりますけども、まあ、古いレンズだからそこはしょうがないんですけどね。スーパータグマね、多分分解簡単でしょうということでね、適当に買ってきました。次は、キャノンデミ EE17 ですね。これね、ファインダーも非常に綺麗なデミ EE17、シャッターの、じゃあフィルムの巻き上げがね、ちょっと粘ってますけど切れます。でね、絞りにトラブルが出ているカメラが多いんですけども、ちゃんと変化してます。よいしょ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 、開放、うん、開放になってるね。これ絞りがおかしくなってるやつが結構多いんですけどね。で、打痕があるんですが、当たりがあるんですけども、強い当たりじゃないんでね、巻き上げハンドル重くなってません。これチェック必要ですからね、デミは。よっ、はい、モルトはね、もう見事になし、モルトなしですね。で、こんな感じで中は結構綺麗になってます。はい、レンズキャップがないのがちょっと残念。次どれいこうかな。これいこうか。これ、はい、フジカ 35SE、 こういうカメラですね。これ非常にややこしい。レンズのね、ここがシャッタースピードかな、うん、一番前側がシャッタースピードでね、普通これピントだろっていうところが絞りで、この後ろ、ここね、これがピント合わせなんですね。後ろにピント合わせがち、まあこんな感じでピント合わせするんですね。でね、残念ながら無限遠が出ておりませんので、分解することになると思います。全然狂ってるわ。シャッターは切れます。今1/15、お湯が沸いたな。これ1秒かな、うん、切れてますね。で、最速はなんと1/1000秒なんですね。うん、ミノルタ AL と張りますね。これなかなか、いい感じだと思います。レンズはね、45mm の F2.8 っていうのがついてますね。はい、富士川なんで映りはいいと思います。期待ですね。次はね、これペトリ。これモデルナンバーがわかんないんだよな。ペトリです。ニトリじゃないですよ、ペトリです。ペトリはね、栗林写真工業だったかな、という会社で、もう今はないメーカーなんですけどね。はい、結構ね、贅沢な、これもうこれフィルターは死んでると思います。うん、死んでるね。レンズはね、カビはあるんですけどね、そんなに悪い状態じゃないです。うん、撮れるでしょ多分。うん、切れてますね。500分の1秒がマックスなんですね。で、今1秒。
ちょっと遅いけど、まあ切れてますね。ガバナーも動いてます。これ2分の1よね。はい、ペトリ、これモデルナンバー何なんだろうね。この赤いマークがちょっとおしゃれ。このマークね。うん。これなかなかかっこいいカメラですね。20像は非常に薄いですが、ギリギリ見える感じかな。んで、これいこうか。これね、非常に古いカメラになりますが、よっ。もうね、ボロボロです。ボロボロなんですけどね、買ってきました。よいしょ。もうボロボロもいいとこなんですけどね、これセミレオタックスです。レオタックスですね。針側が剥がれてね、もう白い粉吹いちゃってますけど、ね。よっ。こんな感じですね。セルフコッキングはないんですけど、ちゃんとここでね、シャッター切れるんですね。これがファインダーと。で、裏蓋が、じゃあ、これ巻き戻しだ。巻き上げだ。これね、光漏れはなさそうなんですね。このまま撮れそう。うん。よっ。レンズがね、ウエスター、アナスティグマット、75mmF3.5 っていうレンズがついてます。これセミレオタックスっていつのカメラなのかね、まだ調べてないんですけどね、相当古いと思いますね。はい、セミレオタックス、これはもう針側をね、綺麗に貼って使おうと思います。645サイズなんで16枚撮れるってやつですね。120フィルムでね。あ、これやねえや。これはちょっとメンテナンスが相当大変そうと。で、次行きましょうか。はい。オリンパス OM1 ですね。これはね、一応ね、メーターを確認しようかなと。よいしょ。MR9 なんだね。これ今出してるのは、MR9 の互換電池ですね。 LR625 1.5V なんでちょっと露出変わっちゃうんですけど、まあとりあえずチェックと。ドキドキ、露出計は動くのか。まあ露出計動かなくても僕いいんだけど、露出計使わないんでね。でも、まあ、動いた方が値打ちは上がりますよね。やった、オン。動いてます。露出計動いてます。でね、うん、これはスローシャッターなんですけど、まれにミラーアップしますね。うん、でもほとんども、うん、大丈夫そうね。あ、ミラーアップした。ミラーアップしたらね、ここのヒンジで戻すんですけど。うん。たまにミラーアップするんだな。でね、特筆すべきなのか。これなんでね、買ってきたのか。俺も持ってるんですよね。いただき物なんですよね。持ってるんですけど。ピント合わねえか。はい。ファインダー腐食なしです。ファインダー腐食なし、で露出計稼働の OM1。 結構ね、うちあると思いますね。いや、露出計動いたからよかった。本当に今試したんですけどね。で、これはね、ハードオフ、徳島沖ノ瀬店で買ってきました。あ、他はね、他は全部ね、いつもの骨董品や、ご苦労や、面白感だったかな。徳島県のね、鴨島町にある、骨董品屋さんで買ってきました。で、これだけ、ハードオフの沖ノ瀬店で買ってきました。はい、これマクロレンズ、50mmF3.5FL なんですよね。レンズの状態は結構良好です。
周辺部にほんのり曇りがありますけど、まあ絞るんでね、僕はどうせ。多分開放では撮らないと思うけどな。まあ開放で撮るかな、マクロだから。まあでもほぼ大丈夫って感じ。ゴミも少ないですね。よくこんな古いレンズがこんな状態で残ってたなぁ。うん。驚きです。で、FL はね、露出系が FD レンズの場合ね、開放速攻にならないんですけど、どの道露出系使わないんでいいです。やっぱね、マクロレンズだけあって伸びますね、ビューンとね。うん。楽しみです。んで、トリ。はい。また蛇腹カメラなんですが、ツアイスイコンですね。ツアイスイコンの蛇腹です。よいしょ。で、こいつもね、シャッターチャージがね、国産のやつと逆なんですね。上に上げて、はい、シャッター切れてますね。シャッタースピードがね、スローにしてもガバナーは死んでます。うん。チャージすらできないね。まあここは中油でなんとかなるでしょう。レンズはちょっと汚れてますが、まあ分解していこうと思います。前玉回転式のガールツアイスイエナ、テッサ 4.5cm 7.5cmF4.5 テッサのね、F4.5 がついてますね。これ非常に楽しみですね。中盤の、カーツアイスイコン。よっ。あれ、どっちだったっけ？ん？どっちだったっけ？よいしょ。ちょっと塗装剥げはありますが、ちゃんとスプールもついてて、光線漏れはないようですね。うん、一応ね、お店でもチェックしたんですけど、光線漏れはなさそうです。これも645で撮れるのかな？これ2つ穴があるな、赤窓。なんで2つあるんだろう。なんで2つあるのかわからないですが、645ですね。645です。よいしょ。はい。ツアイスイコンね、実はずっと欲しかったんですよね。テッサーついてますしね、中盤なんでね、相当いい写りをすると思いますが、まあ、いかんせん古いんでメンテナンスは必要です。はい、こんな感じですね。デミの E17 の電池チェックをしてなかったな。よ。ちょっと、代用電池も残り1個なんで、OM1 から出しましてと。これ露出系動いたら最高だけどな。どうでしょう。これは動いてないのか。よっと、オートにして、わかりにくいな。よ、シャッター速度を遅くすると、あー、露出系動いてないわ残念。よ、うん、動いてないな。接点磨いたぐらいじゃ無理かもな。これで EE が使えたら最高だったんですが、うん、腐食してるだけか。だったらいいんだけどな。
うん、これで正解やな。よっ、ダメだ、通電しない、通電しませんね。残念、 EE は使えない。まあマニュアルで撮れるんでね、これはマニュアルで撮っていこうと思います。どうせマニュアルで撮るしねまあこんな感じなんですね。FL50mm マクロで、スーパータクマの 28mm、で、ツアイスイコンでしょ、デミ E17、OM1 ね、で、ペトリのなんだかわからないやつで、フジカ 35SE、 これだけか。あ、まだセミレオタックスね。これだけ買ってね、全部で1万2000円でした。これだけね、ハードオフ、沖ノ瀬店で2000円。あとは全部ね、ご苦労や面白感さんで買ってきました。はい、今日の動画、紹介動画になりますね。で、ここからはね、撮影場所後日になる、撮影後日になるんですけども、作品投稿のコーナーになってまいります。あ、そうだ、お湯の話だ。これね、先日ね、ドリームロコモーティブ様からいただきました。焼きそば極激辛タンタン。ん？タンタン極激辛なんだ。これを今から食おうと思いますが、これはサブチャンネルの方ね、バイクチャンネルの方で流しますので、よろしければバイクチャンネルの方をチェックしてみてください。はい、それではここからは作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。今日の作品投稿はトゴリンさんからかな。はい、文章長いな、中年おだけさんこんにちは。今回も2枚投稿です。ベルビア50で撮影してきまして、現像上がってきました。リバーサルフィルムの美しさを体験するために、富士カラーのライトボックスとルーペを購入。ルーペの方はビッグカメで1万5000円で売られたと思うのが、ヤフオクで1500円、安いな。完全にアナログでこの美しさ、本当に感動しましたってことですね。1枚目、茨城県日立海浜公園で撮影したチューリップ。2枚目、タイトル、ベルビア色を堪能するチューリップということですね。カメラ、ライカ M4P、レンズ、ズミクロン 50mm、フィルム、ベルビア50。2枚目がね、初夏を告げる富士ということですね。ライカ M4P、レンズ、ズミクロン 50mm、フィルムがベルビア50ということですね。デジタルカメラから始めた世代の私としては、リバーサルフィルムの楽しみ方を新鮮に感じました。プロビア、ベルビア100、エクタクローム、リバーサル全種類を楽しみたいと思いますということですね。で、作品なんですけども、これね、やはり、リバーサルのフィルムの発色素晴らしいものになっておりますね。まあ、柔らかい光でね、2枚とも撮影したようでね、発色はね、そこまで伸びてないんですけども、それでもこの発色、流情感もね、ほんのりあってね、これいい感じの写真になっておりますね。いや、富士の発色本当にいいね。はい、トゴリンさんありがとうございます。次はガメラさんの、投稿ですね。はい、オダッキーさんこんにちは。視聴者の作品に投稿します。タイトル、海辺の三者三様。撮影機材、ペンタックススーパー A。ペンタックス A200mmF4。使用フィルムは上海400という、よくわからない中華フィルムです。いかがでしょうかってことですね。上海のフィルムってね、カラーもあるんですね。これ今後中華のカラーのフィルムどんどん出てくるんじゃないかなっていう。で、作品なんですけどね、本当に三者三様なんですね。これ、うまいタイミングでね、ジェットスキーがね、来てくれてるんですね。まあ、三組とも。まあ、一つは一人ですけど、それなりの、楽しみ方をしているということで、これ、ドラマを感じる写真になっておりますね。はい、ガメラさん、ありがとうございます。
次がね、栗さんの作品ですね。栗さん、こんばんは。いつも動画楽しみにしております。今回は2枚投稿させていただきます。1枚目はタイトル、初夏の水辺。2枚目は夏山の風景。カメラはキャノン T70。トキナ35105。フィルムはコダックのカラープラス200です。すっかりフィルムカメラにはまってしまい、デジカメが脇役になってしまいました。フィルムの何が良いかって、私の場合、1枚1枚に気合が込められる気がすることと、ネガから撮影時の記憶を頼りにポジ画像を作り出す作業が楽しいからです。お体に気をつけて、仕事もカメラも頑張ってくださいということですね。で、作品なんですけどもね、これはカラープラス200ということで、ディテールはね、200なんで、まあそこそこなんですけどね、コダックらしい発色になってる。特に手前の茂みの色が僕はすごく好きですね。で、2枚目なんですけど、これね、絵に描いたような写真になっておるんですがね、奥の雲海をもうちょっと強調しても面白かったですが、まあこれは足場がないからどうしようもないか、雲海が広がるね、非常にいい景色を撮られております。雲海の写真もね、もし、ありましたら投稿してくださいね。結構いい感じですね、この写真ね。はい、栗さんありがとうございます。はい、次はね、セロ引きのひーくんさんから、作品投稿コーナーに応募します。写真のタイトルは天国への階段。カメラオリンパスペン EE2。フィルムは富士の業務用フィルム100です。壁中にツタが生えているところに錆びれた階段が何とも不思議な雰囲気を醸し出していましたということで、写真なんですけどもね、オリンパスペン EE2 ということで、ハーフサイズカメラとなっておりますので、ディテールはまあそこそこ。どちらかというと手前の方にね、ピントのピークが来ておりますがね、非常にね、その、ツタが生えまくってるところにね、サビの階段、いい雰囲気を撮っておりますね。これね、アングルを変えてモノクロで撮っても面白いかもしれません。光がね、もうちょっといい時間にも撮ってみたいかなと思いますが、これどっち向きの壁なんだろうね、北向きかな。ちょっとそこは難しいところではありますが、セロ引きのひーくんさんありがとうございます。次が最後かな。はい、一郎さんですね。一郎さんの投稿、初投稿です。動画いつも楽しく視聴しております。箱なし、20年くらい前のフィルムを発見、ニコン FE に詰めて撮ってみました。案の定すごい編んだ、色補正をしました。富士カラースーパー400、ズームニッコール8200 F4.5、1.4 倍テレコン使用ということで、タイトルが朝ということですね。で、作品なんですけどね、まあこれ補正もしたんでしょうけど、結構色転んでると思いますね。結構マゼンダ転びしてるのかな。でね、粒子がもうバリバリに荒れてますがね、これはもう期限切れフィルム、しかも400ということで、まあこういう結果にはなったんでしょうけど、20年のフィルムでもこれだけの色が出せたのは素晴らしいと思います。これどんな補正したんだろうな。もしよかったらね、補正前のやつ、まあ言うたら、取っ手出しみたいな、スキャンしただけのやつもね、投稿いただければね、今度ね、こんな感じだよっていうね、比較をしてまいりますので、補正のデータとかも送ってくれましたらね、どっかで紹介するかもしれません。はい、一郎さん投稿ありがとうございます。今日の投稿はここまで、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、 LP500S さんの俺のカメラになりますね。おはようございます。俺のカメラに投稿します。おはようございますか。まあ朝送ってくれたんでしょうね。お気に入りのペン F、ペン FT ブラックモデルです。花文字が赤モデルをメルカリで購入。発売当時に花文字の赤があったのか不明です。後塗りかもしれませんが、2台とも、外観備品です。 FT は低速がおかしいので修理検討中ですということですね。でね、カメラなんですけどね、 F と FT。 FT の方はね、セルフタイマーが装備されて、シャッターのその巻き上げが1回で済むやつですね。ペン F の方は2回巻き上げで、セルフタイマーなし、露出系もなしになるんですけどね。赤マーク、これどうなんでしょうね。僕もちょっとここの辺は詳しくないのでわかりません。確かに外観はどちらも綺麗ですね。メンテナンスはね、できると思うので、ちょっとお金はかかりますが、値打ちがあるカメラなのでね、メンテナンスは全然やっていいと思います。一度メンテナンスするとまた20年ぐらいは使えると思うんでね、ぜひメンテナンス、金銭的に余裕がありましたら検討してくださいね。いいカメラなんでね。はい、俺のカメラのコーナーね、ちょっと投稿が滞っております。今ね、待機なしになっておりますので、また投稿していただければと思います。はい、それではここからはね、やったやっちまったのコーナーになります。
はい、やったーやっちまったのコーナー。今回のやったーやっちまったコーナー、ガメラさんのやったーですね。おたけさんこんにちは。やったーやっちまったコーナーに投稿します。今回はやったーのキャノン T90 です。エラー EEE トリプル E ねのジャンクで入手しましたが無事に直りました。フィルムも2021年9月までの期限ながら 50% オフで入手できたので撮影が楽しみですということですね。これね、期限内で 50% オフは超美味しいですね。だって期限切れてもね、1年ぐらいは結構ね、いけるんですよね。全然普通に使える、になると思うんですよね。はい、今日のね、動画は、ここまでになります。で、次回の動画なんですけどね、ちょっと迷ってますが、多分こいつの、紹介になっていくんじゃないかな。こいつの紹介つっても、以前も紹介しましたね。これ見事で X7 だ。あれXD どこ行った ?XD こっちか。よいしょ。ミノルタだったんでずっと XD とった。こいつですね。このミノルタのね、XD で撮影しましたね。リバーサルで撮影したんですけど、期限をね、半年ほど切れてる、リバーサルフィルムで、撮影した。まあ、ミノルタのレンズなんでね、リバーサルの発色はすごく興味があったんでね。まあ、半年ぐらいのね、期限切れしたベルビア100で撮影したんですけどね、全然問題ない画質で撮ることができましたんで、そちらの方の紹介になっていくと思います。まあ、リコーオートハーフのね、写真も撮れてるんですけどね、まあ、そっちな、もしかしたら気分次第でそっちになるかもしれませんが、まあ、そんな感じで今日のね、動画終わっていきます。フィルムでね、写真をね、どんどんね、撮っていただいているということなんです。まあ、結構ね、たくさんの方が、布教活動をね、していただいていることでね、嬉しく思っております。フィルム写真ね、やってみたらわかるんですけどね、デジタルとね、全然違うものになります。デジタルはね、記録を残すとかね、作品を作るとか、まあその意味は一緒なんですけども、フィルムの方がね、重たくなるんですね。なんていうの、一枚一枚を丁寧に撮らなければいけないとか、そういうのでね、深い作品が結果的に上がっていくと思うんですよね。まあエモい写真とかをね、撮るのもね、まあ流行っておりますがね、それだけじゃない、フィルムのね、写真ももちろんデジタルよりもね、美しいような写真も撮れたりしますし、いろんな楽しみ方ができるんでね、ちょっとお金はかかりますがね、機材代が非常に安いので、スマホしか持ってないとかいう人はね、もうそっちか、まあ、フィルムからとりあえず入ってみるというのも全然あるんじゃないかと思いますね。はい、今日の動画はここまでです。まだね、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録の方ね、今月は本当に好調に増えました。ここのところもね、もう増えるペースがすごい速くなっておりまして、いろんな方がね、いろんなところで紹介してくれてね、伸びつつあるようです。もうね、芸能人の方だけじゃなくて、本当にいろんな方がね、YouTuber の方もそうですし、ブログとかに上げている方とかもそうですしね、いろんなとこからね、入ってきているんだと思います。本当にありがとうございます。でチャンネル登録者ね、どんどん増やしていこうと思ってますんで、まだの方はね、ぜひチャンネル登録してくださいね。で、いいねボタンはね、もうね、ポチッと押すだけなんで、また、いいねボタンお願いします。で、コメントの方なんですけど、全然追いついておりませんが、最近待たされる仕事があんまりないんでね、コメント返していく。大体ね、仕事で待ちぼうけを食らう時を狙ってね、コメント返信しているっていうんですけど、全然待たされないんで、で走りっぱなしになってるんで、そんな感じで、まあ、頑張ってね、返信して、全部返信していく予定なんでね、コメントの方をね、ぜひ、書いてくださいね。どんなことでも構いませんのでね。はい、それでは、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。